こんにちは。こんにちは。車掌ってなーに？ねえ、車掌さん。千代田繊維工業の長谷川と申します。兵庫県の加古川市というところで地場産業である靴下を作っています。私のひいおじいさんの名前から取った千代地の靴下っていうブランドで作っています。これだよ。昭和26年、だいたい70年ぐらいですかね、今。ちょうど人類が二足歩行を始めた時ぐらいですね。そのへん全部カットなんで。あ、千代地っていう名前がめっちゃいいなって。ありがとうございます。なんか漢字三文字じゃないですか。だから高級感溢れてますよね。高島屋みたいな。漢字三文字だけだけど、それは。ねえ、社長さん。加古川の他の靴下屋さんもどこもいい靴下を作ってるところばかりなんですけど、うちの特徴としては履きやすい靴下っていうのにこだわって作っています。靴下はもうすべてここにある工場で作ってます。歩いて6歩そうですね、はい。ねえ、社長さん。うちの場合はまず糸を糸屋さんから買うところから始めてます。買った糸を綿とかウールとかシルクとかいろんな素材を使って、靴下の編み機というものがうちに60台ぐらいあるんで、その機械に糸を置いて生地を作ります。機械から靴下が出てきたら、その後つま先の部分が開いてる状態なんで、それは最後人の手でミシンで縫います。工場の中結構見させてもらいましたけれども、楽しかったですね。ほんまに糸のなんか毛糸の状態から、形カヌレみたいな形からこんがりコーンみたいな形から出来上がるの。最新の機械だと機械で縫うものもあるんですけど、うちの会社は古い機械もたくさん使っているので、そういう機械の商品は昔ながらの方法で手で縫ってもらいます。はい、いいです。じゃあ続きからいきましょう。今ちょっとどんな感じ、なんかあ、いい感じでした、いい感じでした。こっちもふざけてるみたいな。一つのものが全部一から出来上がっていく様子を見るって、子供の成長を見てるのと一緒やから、出来上がった瞬間、まあ、よし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 な、かわいいなってやっぱり。あ、それは、はい、気持ちを込めて皆さん、はい、やってます。ここの加古川市の工場の前にお店があるのと、あと神戸に三宮にお店が一つあります。インターネットとかでも買っていただけます。でもここまでほんまお客さんが来てくれるということですよね。いや、だってとんでもない田舎でしたよ。そうですね、田んぼ牛おらんの田舎にポツンと落とした工場。それが本当に仕事をやってて一番嬉しいことなんですけど、こんな何もない場所に靴下を買いに来てくださるお客様がいるっていうのが、何年やっててもやっぱりすごいことだなっていうのは思います。社長も履いてますけれどもね、僕も一足もらったんですよね、社長から。とにかく履き心地がいい、肌触りが優しいし、もはや履いてないみたいな。これはもう確実に履いてる。ねえ、社長さん。ちょっと待ってくださいね。高見倉ソックスっていうちょっと分厚い靴下です。高見倉スモートリーみたいな。高見倉山って知らないですか？ありますね、箱川の、はい、山の形をデザインした靴下。かわいい、ひょっこり出てるの。これ小屋、あ、この工場。これおー、かわいい。裏側にも太陽、かわいい、買って帰ります。この靴下は普通の靴下よりもちょっと底がクッションになってて厚みがあるんですけど、すごく歩きやすい。なんで運動にもおすすめですし、山登りにもおすすめの靴下です。僕も履いてるんですけど、足が疲れない。じゃあ歩いて帰ってもらって疲れるかどうか。疲れるわ。ねえ、社長さん。靴下っていうのはうち以外でもいろんなところで売られてる商品なんで、わざわざうちの靴下を選んでくださる人に喜んでもらえるような靴下っていうのを丁寧に作るっていうことと、デザインはシンプルなんですけど履きやすい靴下を作りたいなと思ってやってます。素晴らしい。ねえ、社長さん。楽しいです。うちの会社は工場で作る方もやってるんですけど、販売もやってるんで、自分たちが作ったものをお客様に買ってもらえるっていう、そういう楽しさがあるかなと。仕事やってる癖で街中とかで人の履いてる靴下とか見ちゃいます？あ、めっちゃ見ちゃいます。それは、はい、それはめっちゃ見ますね。人履いてないやんとか。面白いなと思うのは、人によって求めるものが全然違うっていう。ゆったりした靴下がいいっていう人もいるし、ずれない硬い靴下がいいっていう人もいるし、接客しながらおすすめのものを提案する面白さっていうのがありますね。その人のドンピシャを目指すみたいなのを求めてる。だから全員にこう合うものはないかなって思うんですけど、靴下履いてなんか、だから夏場のサンダルとかめっちゃ
快適ですよ。夏は靴下は売れにくいですね。サンダル用の靴下とかもいらんな。あるんですよ。一応ですね、指先が出る靴下っていうのがあって、これを履いてサンダルを履きます。なんか冗談で言ったの。電車で乗車。子供の頃は海外に行きたいなっていう、外国に行きたいなっていうのがあったんで、お医者さんになりたいなとか、いろいろ変わってましたけど、外国に行けるような仕事がいいなと思ってました。靴下屋になると思ってました。いや、思ってなかったです。電車で乗車。やりたいことは、うちのお客さんでインターネットとかでよく買ってくれるんですけど、お会いしたことがない人が結構いっぱいいて、そういう方とここに来てもらってイベントができたらなっていうのを考えてます。電車で乗車。サッカー好きなんで、サッカーチーム作りたいなっていう。スポンサー千代市。スポンサーなのか、ちっちゃなチームでもいいんですけど、サッカーのグラウンドとか作れたらな。千代市スタジアムってこと。はい、そうそうそう、そういうのをしたいですね。千代市カップができる。小泉京さん。実はそれ、僕の夢でもある。そうじゃ、じゃあやろうやろう。どこにスタジアムを建てるか。姫路と加古川のちょうど境目。電車で乗車。情熱大陸。そうですね。靴下は、まあ、どの人も、まあ、履くものだし、こだわる人とこだわらない人とかいると思うんですけど、毎朝皆さん履くものなんで、ちょっとでもこう一日が楽しくなるように、まさに質問が分からない。靴下とは。これはめっちゃむずい。貼ったよな。僕も答えれへんもん。靴下とは。靴の下に履くものでんじゃん。ちょっと申し訳ない。電車で乗車。この近く おすすめの店何個かあるんですけど、ルート65っていうハンバーガー屋さんが一番近くで、はい、さっき行ってきました、はい、ハンバーガー屋さん、はい、ごちそうさまでした、はい、またハリモリでやりたいと思います。電車で乗車。はい、そういうのもやってます。ぜひ小泉さんと、あら、コラボやるといいですね。はい、これは考えましょう。ハリマが盛り上がる、なんかハリマならではのデザイン、ね、お願いします。はい、やったはい、お疲れ様でした。ありがとうございました。すいません、これどこでしたっけ。これ靴下買うて帰ろう。